ラジオパチパチの渡辺真知子です、はい。この地域で、11年目になりますけれども、ラジオパチパチという今は、ネットラジオの放送局をやっています。本当に地域の小さい放送局なので、そのすごくちゃんとしたとかっちりしたプログラムがあって、かっちりしたあのシステムがあるわけではないんですね。で、割ともう、こう来たその時に来れる月に1回の2時間の放送なんです、毎月。でもうそういう形でずっと10年間やってるんですけれども、その時に集まれる人で、いろいろそう、こういう今回はプログラムができますっていう人を募って、でそれをこう集めてやるような形なんですね。子供がいて、で、ちょうどそこの児童館の学童クラブに行ってたんですけども、その学童クラブ の仲間というか父母の、つながりも強くて、であと子どもたちももちろん強かったので、そこをこう出てからも何かこう、ずっとつながって活動していきたいなっていうのがあって、それで子どもと大人で一緒にできることっていうのを考えて、で最初はそのミニ FM という形 で免許のいらない微弱電波を使ったラジオ局っていうのを始めたんです。で今はネットラジオというかユーストリームでやってるんですけども、最初はそういう形で始めました。初めはその子どもたちが小学生だったので、例えばいろんな職業の人にインタビューをしに行ったりとか、子どもたちがとか町のお店に行って、お店の人たちにインタビューをしたりとかっていうようなことをやったり、あとそのお店のコマーシャルを作るとかっていうことをしたりとか、あとですね、あとラジオドラマも子どもたちで作ってやってましたね。小学生の仲間が何人か集まって、ラジオドラマを作って、上演したりとか、最初の頃はそういうことを随分やってました。子どもが一緒に本当に一緒になってやることっていうのを一緒にやってましたね。ドラマは、一番すごい、大きなのは、小学校コーヒーをお願いします。はい、すみません。中のメンバーが脚本を書いて、で子どもたちと集まって自分たちで、録音をして、効果音なんかを入れてっていうのを本当に自分たちでやるのことをしたりとか、それは小学校の生のチームもあれば、あとその時に中学生だったかな、中学生の年代の子たちもやっぱり自分たちで作ってやってましたね。で小学生の方は確か、あれはね、どんな話だったかな、結構そう子どもたちが何人かで、そうだ、なんか探検をしていくっていうような話を作ってました。で中学生の方は西遊記を、元にした、でも西遊記だったかな、本当にそれを脚色したものをドラマでやってました。あとそれと他に大人と子供が一緒にやるラジオドラマもあって、それが黄金バットっていう、黄金バットってご存知ないかと思うけど、昔のもともと紙芝居から始まった話で、テレビでアニメになったりとかもしたんですけど、その話の元にした、ラジオドラマをやっぱ子供なんかと一緒に作っていて、で結局それは今まで続いてるんですよ。11年間続いていて、今70何作だっけ、今年今やってるんですけど、それが67作だったかなぐらいなんですけど、
そのぐらいずっと続いたものをやってますね。でそれは途中から、ラジオドラマだけじゃなくて実演版って言ってるんですけど、ライブ版とかって言って上演したりをしていて、でそれがそのトロールにもつながって、トロールでも今上演してます。お芝居として、ラジオドラマじゃなくて、その役者というか、素人なんですけど、人たちがこう役者としてこう上演するっていうようなことを今やってますね。それはもう本当最初からずっとやってたことなんですけど、例えば仕事を他での土地でしていて、で、戻ってきて、ご近所付き合いが少しあってっていうぐらいで、あとその地域で何かをするって、やっぱり何かきっかけがないとあんまりないことだと思うんですよね。その今もその例えばお祭りだとか地域活動みたいなことっていうのは希薄になってきてるので、でそういう中で、ある意味で一つのつながりを作ってきたかなっていうところがあって、で私たちがその仕事でもないし、でもかといってすごいボランティア活動って感じでもないんですよね。自分たちが楽しんでやれて、で、しかもそのいろんな意味で、人のつながりも広がっていくってことと、それからやっぱり子どもとつながっていたいっていうのもずっとあって、もう私うちの子どもたちはもうみんな成人したので、大体みんなそんな感じなんですけど、そういうところでもやっぱり小さいとか小学生とかそういう子どもたちとかもつながっていたいというのがあるので、そういう子どものための企画みたいなことでやっていければすごく楽しいし、でそれだけじゃなくてやっぱりその例えばただ飲む、集まって飲もうよみたいなことだっていいんだけど、その中にね、例えばじゃあ次にはこれをやるから、じゃあトロールでお芝居やるからどうしようみたいな風にしていくと、本当にいろんなことをみんなが考えてきて、でもう大変なんだけど、なんでこんなことやってんのかなって思ってくるんだけど、でもすごくこう楽しい、それで達成感もあって、でそれをこう今地域の人たちに見てもらって、でまたそのある意味でこう戻ってくるものもあるんですよね。でその辺の楽しさが、そのもちろんそのコミュニケーションの楽しさっていう部分もだし、そこからまたもう一つ上がったっていうか、もう一つこうさらに、こうなんていうか、もうこう自分たちの気持ちもこう引っ張り上げなきゃいけないし、でエネルギーもかけなきゃいけないし。でっていう部分でこう少し上げなきゃいけないところなんですけど、でもそれがその生きていく上での張りとか気持ちのこの高揚とか楽しさとかっていうことにつながっていってるのかなっていう気がするんですよね。でそれをどうだろうここにどういうふうに還元できてるかっていうと、どうでしょうね、わかんないけど、でもそういうコミュニティのコミュニケーションというかコミュニティのやり方もあるんだっていうところは、ある意味で認知はされてきてるかなと思いますね。In Tokyo, it is difficult to communicate to other people who isn't consent, don't consent、関係のない人々っていうか、その
例えば誰かの例えば子供のつながりとか、もともとお家もそうですけど、そういうことで PTA のお母さんたちっていうグループがあっても、そこから離れるともう全然地元のつながりってないんですよね。でそういう意味でも、そのすごくこの地域でのつながりっていうことが、でこれやっていくことでまたどんどんこうつながっていくし、それってその大きな意味で言ってしまえば、子どもも今その地域で見守っていこうみたいなこともありますよね。でそれって例えば犯罪の抑止力になっていくとかっていうこともあるし、まあ、そんな大きな大行なことを考えてやってるわけではないけれども、こう引いて考えてみる、見てみるとそういう部分もあるのかなとか。でこうずっと顔見知りが増えていくことでね、やっぱりその地域の居心地の良さとか、まあ、そういうその子どもの育ちを見守っていくとかっていうような目も出てくるし、でじゃあそれには何をしようっていうことを考えるそのベースになるものっていうこともできてくるのかなっていう気もするんですね。もうとにかくパチパチとしての活動自体はずっと体が限り続けられればいいかなと思っていて、で本当はもう今おっしゃったみたいに、その子どもたちが常時参加できるようなことができればいいと思うんですけど、それにはやっぱり親御さんも一緒にできないとなかなか難しいので、非常に個人的なやっぱりつながりで来てるので、だから子どもともっと本当に実際にこう番組を作ったりとかっていうことをやっていけるともっといいかなと思うんですけど、そうですね、もうでも結構メンバーも高齢化してるので、いやいやいや、だからどのぐらい続けられるのかなっていう、でもあとはもう下の世代に つなげていきたいとかっていうことはありますけど、でもまあ息子娘たちの世代はどうでしょうね。いろんな例えばトロールをやるとかっていうことはもしかして引き継いでいけることかもしれないけど、この活動自体はもうそれは自分たちのやりたいことでやっていけばいいかなと思ってるので、